どんなジャンルであってもパイオニアは尊敬に値します。何しろ未知の道を勇気を持って切り開いたわけですし、彼らがいなければ今の世の中はありません。日本で最初にカレーを提供した店はどこかご存知ですか？それは東銀座にあるナイルレストランです。こちらは日本初の本格的なインド料理店であり、国内で最も古い歴史を持つインド料理店です。ナイルレストランはインド料理やカレーを日本で楽しめるきっかけを作った店であり、まさにインド料理の聖地といえる場所です。ナイルレストランがオープンしたのは1949年、つまり日本におけるインド料理店の歴史は今から約75年前に始まったのです。しかし気になるのはなぜ前例のない店を開こうと思ったのかということです。2代目店主ナイルさんがレストランの歴史を語ってくれます。レストランを開いたのは父の A.M. ナイルです。父は1928年に留学のため日本にやってきました。当時インドはイギリス領でインド人が留学できる状況ではありませんでしたが、それでも留学したのは父がインド独立のための政治活動をしていたからです。インドにいては危険な状況になり、当時日露戦争でロシア帝国に勝利した日本に来ることにしました。日本なら生き延びられると考えたのでしょう。その後先代の A.M. ナイルさんは日本でも政治活動を続けましたが、1946年にインドがイギリスから独立した後、次第に政治的使命が薄れナイルレストラン開業への歩みが始まったそうです。こちらの名物料理はムルニーランチ1500円。少し待つとシルバープレートが運ばれてきて、 G.M. ナイルさんがじゃあ全部混ぜますよと声をかけ、料理を混ぜ始めます。ムルニーランチはしっかり混ぜてから食べてください。混ぜると味の層まで来て美味しくなります。これは父が考えた方法ですが、混ざり合うことで味に深みが出るんですとのこと。黄金色に輝くターメリックライス、ボリュームたっぷりの骨付きもも肉、添えられたポテトとキャベツ、そしてスパイシーな香りが立ち上るルー、それらが一体となって混ぜ合わさり、完成したムルニーランチを一口いただくと複雑な味わいが口の中に広がります。ルーはポテトやキャベツと混ざり合い、スパイスの辛さの中に甘みを感じ、しっとりとした口当たりです。ルーとターメリックライスがしっかり絡み合い、スプーンが止まりません。チキンも柔らかくて絶品で、スパイシーな味付けが甘みを引き立てています。名物として人気が衰えない理由がよくわかります。本当に美味しいです。